三振。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ドラジオ皆さんこんにちは、 YouTuber ゆうきです。で先週ね、実は小学生に野球の試合を挑まれて、今日は野球の試合をやるために来ました。相手チームはあれです、あの子たちです。一人気合入ってユニフォーム着てます。あれキャプテンですか？わかんないけど、あの子小学生なのに、僕ら24歳に対して、お前とかちょっとね、現実を教えるためにちょっとピッチャー用意してます。あの子です。ピッチャーしっかり投げろよ。お前来て早々しっかりしてるな。これぐらい用意したけど上等だろ。はい、今日の対戦チーム、カキクチくんチームだな。あ、なんでお前ね、しきね、あ、ゴリラ野郎。ちょっと詰まったよ。という感じで、こんな感じで口悪いからね、ケチョンケチョンしてやろうと思います。ケチョンケチョンにしてやろうと。今日の意気込みは？今日はね、大人として僕、お客さんとスタッフで人数集めてる。お前キッズだろ。キッズじゃねえよ、24歳男性です。ボコボコにしたいと思います。いや、40歳黙れ。なんか意気込みは？さあ、対する駆け打ちチーム、意気込みなんかあるわけねえぞ。今日のメンツ見てください、総ぶりです。リコーティン、焼肉ジェ、焼肉アッツ、謎の俺のお客さん立石くんとスタッフの新井です。そして撮ってるのは麻生くんですね。麻生くんです。今日はこれで試合したいと思います。痛くないやつ、ゴムボール、はい、これで試合、子供チームから先行です。先行です、お願いします。1回の表、ボール、ファールで粘ってノーツー。追い込まれました。1回の裏、ワンボールから。いいよ。めっちゃしてるじゃん。引っ張りかかった。次へマップ。さあ、一塁を回って、ストップ。冷静な判断をしております。最近入りました。ピンチャーいらだって。ゴリ、お、俺で通る通る。ワンパンだよ。そこはね、しっかりいる。ワンパンダメだよ。ワンパンはデッドボールじゃないらしいです。いや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 、さっきボンド打ちましたけど。そうっすね、あのあまりにも手を引きました。だから優しい。回は2回に入ります。ここで柿内くんの登場です。おーっと、子供たちが負けてます。挙句の果てにストライクゾーンの文句を言ってます。
レフトフライ。これでタッチアップが早すぎませんか。すぐな。もう走ってたやん。今の映像確認してください。映像確認。どうですか。アウト。2回目の日中。野球やってないよこの人。この人野球やったことないよ。要求する。おい。おお行った。あれ初や。これもナイスキャッチ。マジか。いいよ。でラゾーク2塁だ。もう辛くなってきてる小学生が。走ってるよ。持ってないよ。男がいてます。いいキャッチャーだ。男がいてます。いいキャッチャーだ。ちょっとイラなってきてる。あ、イラなってる。持ってます。ちょっと走り、おい、あいつは続けた。ヘッドに死にた。これだ。2番は靴はレフトフライでしたが、落球してワンアウト1、3塁で3番に逃げます。強襲。フルカウントになって打てるとか。回は3回に入ります。おっと、野球の手の上キャッチ。バブルは変えられるそうです。優しい雪からチャンス。何ですか、特別ルール。特別ルール。最終回。あ、一塁、一塁にしよう。一塁、二塁で。やだ、ダブルテレ、ダブルプレー取られる。取れない、取れない。いや、取る。取っちゃう。いや、嫌って少年が言う。珍しいルール。ダメです。ダメです。なんか一塁、二塁嫌だって少年が。ならいいのじゃん。6アウトにしてじゃん。6アウトだって、6アウト。6アウトだって。6アウトにして勝ちで、残って。じゃあこれで、抑えたら勝ちね、俺らは。いいよ。ランナーなし。ランナーありでいい。なし。なし。さあ、小学生と。痛くないと思ったのですが、まさかの逆襲。時刻は5時37分。これランナーが出すんだら勝ちね。なんかルールいろいろ変わりましたが、そういうことだそうです。せこい。全身。少年たちに奇跡が。
が、まあ、まだやってる、まだやってる、まだやってる。少年とやって、まあ、ホーム一回踏めたということで勝ちにしましょう。いいですか？嫌です。嫌だって言うけどいいです。じゃあ少年の勝利。すごみだけど喜んで持って帰ってちゃんと捨ててくれ。友情の証ですが、はい、ありがとうございました。明日どうぞ。はい、どうぞ。おめでとうございます。勝ちました。どうぞ。やったぞーすねー。近い柴田から。ということでプレゼントしました。よかったと思う人は高評価とグッドボタンとインスタのフォローもお願いします。あっちゃんにいたんですよ。おいしい。